皆さんこんにちは。僕はですね、今 JR 西日本京都府京都駅に来ております。ただいまの時間帯17時30分過ぎということで、帰宅ラッシュの時間がね、そろそろ始まろうとしております。今からね、関西空港に移動していきたいと思います。で、京都からね、関西空港に行くんだったら、普通だったらね、この関空特急はるか号ですね、だいたい1時間に1本間隔で運転されている列車を使って関西空港に行くと思うんですけども、今回ね、この一番上に出ております17時47分発特急黒潮23号、こちらを使ってね、関空の方に行きたいと思います。で、この黒潮号なんですけども、南紀白浜方面に向かう特急列車です。行き先ね、白浜行きというのを買ってるんでね、すぐ分かると思うんですけどね。なのでこの列車はね、関西空港に行かないんですけども、途中の阪和線のひねの駅まではね、関空特急はるか号と同じ区間を走行します。なので今回このひねのまでね、この17時47分発の特急黒潮23号を使って移動して、ひねのからはまあ関空快速か何かで関西空港の方に移動していきます。で、この黒潮号なんですけども、京都駅まで乗り入れている黒潮号っていうのは1日1本しかありません。下り1本、上り1本ですね。朝確か新宮発の黒潮12号が京都駅として運転されてたと思うんですけども、それの折り返しの便ではないんですけどもね、夕方に京都発白浜行きの黒潮23号というのが運転されています。基本的に黒潮号というのは新大阪駅を、ね、発着としている列車なんですけども、1日1本だけ、和歌山方面に住んでいる方の利便性を図って、ね、運転されているんじゃないかなというふうに思います。昔はね、もうちょっと本数あったと思うんだけども、なんかだんだんと数が減らされていっててね、今ついに1本しかありません。で、コロナで確かね、運休とかになってたと思うんだけども、それもね、ちょっと前に復活したといったような感じかな。はい、ということで今回1日1本しかない激レアの京都発の黒潮23号に乗ってね、ひねのまで向かいます。よろしくお願いします。黒潮号に関してははるか号とは違うホームですね。6番7番線からの出発、スーパーハクトとか大阪行きのサンダーバードがね、出発するホームですね。平日のこの時間帯は新快速電車もね、このホームからの出発になるんで、結構ホーム上混んでます。こちらが先行する金沢からやってきた大阪行きの特急サンダーバードですね。間違いでこれに乗ってしまうとちょっと大変なことになります。うわ、すごいな、サンダーバードめっちゃ乗ってる。給料で運転なんですけどもね、いや本当に平日もね、関係なくお客さん戻りましたね。はい、ということで出発のね、3分前に入線なんで結構ギリギリですね。右は221系です。左から来ているのが289系6両編成特急黒潮号の白浜駅。 JR 西日本の、ね、予約サイト、ネット予約で前日当日に特急券買うとね、チケットレスめちゃくちゃ安くて、今回ひねのまでね、片道750円です。全車指定席で自由席はありません。1号車の前より半分がグリーン車です。この車両もともとはね、北陸方面の特急で使われていたんですよね。で、その時はね、先頭のこの今の1号車はね、確か前室グリーンだったと思います。なので今でもちょっとグリーン車の名残っていうのはなんか若干残ってるよね。
こんな感じの荷物置き場のスペースとかがあって、1号車だけちょっと特別感があります。今はね、1号車後ろ入れ半分はね普通車となってます。で、京都を出発する関空特急はるか号っていうのは、京都を出た後しばらくは貨物線みたいなところを走るんですよね。まあ、ご存知の通り、この辺り福福線で線路がね上り下り2本ずつ合計4本あるんだけども、もう1本貨物線っていうのが別で用意されてて、はるか号はそっちを通るんだけど、黒潮に関してはね、さっきのホーム出発したホームからもね見てわかる通り、普通に新快速とかサンダーバード号とかが通る線路と同じようにね、初っ端からスピードを上げて走り出します。なので多分京都新大阪の所要時間は遥か号よりもね若干短くなってるんじゃないかな。今ね、列車茨城駅を通過したところなんですけども、おそらくこの辺りでね、東海道本線から、まあ、本線から分岐って言い方ちょっとおかしいんだけども、ちょっと外れた線路にね離れていくと思います。新大阪駅に関しては黒潮号とか遥か号っていうのは一番端っこのホーム、大阪東線側のホームに着くんで、このまま走っていっちゃうとねダメなんですよね。明るかったらもうちょっと分かりやすいんだけどね、今ね東海道本線の福福線から外れました。で、この本線の上をまたいで反対側の方に、ね、移動します。見えるかな。ちょっと暗くてね見にくいんだけど、今下に4本の線路が並んでるんですよね。これが東海道本線の福福線です。その上をオーバークロスするみたいな感じ。すごいね、向こうめちゃめちゃ綺麗。はい、まあそんな感じでちょっと本線からはね外れましたけども、もうまもなくね新大阪に到着ですね。まあ、新大阪から先に関しては普通の黒潮号とかと全く同じルートを走行します。上から降りてきている線路、これ大阪東線ですね。花店とか旧法寺方面からやってくる線路です。ここで大阪東線と合流します。本当にね、この黒潮号とか、まあ、遥か号もそうなんだけどもね、かなり特殊なルートを走るんですよね。ここから先の新大阪から大阪環状線に入るまでのルートもねなかなか特殊ですからね。まあ、この光景とかここから先のね光景に関しては、まもなく大阪駅ね地下ホームっていうのが新しくできるんで、もう見れなくなっちゃうんでね、今のうちに乗っといた方がいいですよ。今通過しているのが東淀川ですね。大阪東線とこの黒潮遥かとかが走る線路のところにはね、東淀川の駅はありません。で、もう東淀川通過するとすぐに新大阪に到着ですね。あれですよね、確か新大阪ができた時に東淀川の駅なくす案っていうのができたみたいなんだけど、なんか地元の要望とかにより結局それはなくなったんだよね。あそこに止まってる新快速、あれがね京都駅をこの黒潮の3分前に出発した新快速になります。なので、まあ、新快速に追いついたといったような感じですね。ちょっと明るかったらもうちょっと説明分かりやすくできると思うんだけど、暗くてちょっと申し訳ないです。新大阪から乗ってこられる方もかなり多いです。
黒潮号は今現在梅田貨物線走行中ですね。向かい側に見えるビルの建物の奥に JR の大阪駅があります。大阪駅のすぐ横をね、はるかとかは黒潮を通るんで、大阪駅に直接乗り入れはないんですけども、来年大阪駅のね、地下ホームというのが開業して、黒潮とかはるかもね、いよいよ大阪駅に停車することになります。ちょうどこの下に駅ができるんですよね。なのでこの地面から大阪駅のビル群とかを見るっていうのももう間もなくね、終わりです。ここめっちゃ夜綺麗なんでね、ぜひ一度はるかとか黒潮を乗ってね、これをちょっと体験してほしいですね。絶賛梅北は今工事中です。本当にね、みるみる変わっていってますからね。この辺も何にもなかったさら地からね、一気にここまで成長するとは、大阪府民としてもね、ちょっと驚いてます。でこの先ですね、大阪環状線の線路に合流していきます。ちょうど上の、ね、線路が東海道本線ですね。普通列車走ってるけど、さっきはね、東海道本線の上を走ったんだけど、今度は東海道本線の下をね、通り抜けます。ですぐに大阪環状線の線路とね、横並びになります。ここが JR の大阪環状線の福島駅ですね。今ちょうど線路を駆け上っていってるところ、はい、ということで大阪環状線の線路と並びました。西九条からは環状線の線路に入り、天王寺まで走り、天王寺からは JR 阪和線に入ります。でね、乗った方とかならちょっと分かんないと思うんだけどね、何度か乗るとね、簡単につかめますよ、どういうルートを走行してるのかっていうのはね。はい、ということでね、ひねの到着です。ひねのでね、かなりの方がおりましたね。まあ、やっぱ通勤特急としてね、使ってる方も多いと思います。